はい、こんにちは、こうです。今日はね、これから久しぶりに、ラーメンを食べに行こうと思います。今日行くお店はね、だるま総本店っていうお店で、まあ、福岡だったらね、結構有名なラーメン屋かなというふうに思うんですけど、ちょっと今まで僕初めて行く、今まで行ったことなくて、今回初めて行くんで、楽しみですね。果たしてどんな味なのか。有名だからといって美味しいというわけではないからね、まあ、実際に自分でね、確かめていきたいというふうに思います。さて、もうお店はすぐそこに見えてますね。それでは、早速お店の前まで移動。麺の硬さをどうされますか？バリカタで。バリカタ、はい。胡椒を、餃子のタレ、ニンニク、ごま、白生姜、卓上はこんな感じ。スモツ、これうまいよね。やば。素晴らしいね。いただきます。麺の硬さはさばり方で、バリ方、はい、卵割り方。
いやー美味しかった、初めてね今日僕だるま総本店聞いたことはあったんだけど全然行ったことのないお店の一つで今日はたまたま近くに来たから行ってみたんですけど正直に言うとちょっと期待外れだったかな。なんかねスープの旨味があんまりない気がする。他のとこと比べるとちょっとスープの旨味が薄く感じちゃっていましたね。僕は豚トロチャーシューはめっちゃ美味しかったけどね、もう油って感じでデブにはたまらない味だねあれは。ただちょっとね麺とかも美味しかったけどちょっと物足りないなっていう感じでした。まあちょっとね期待しすぎてる分ハードルがね上がってしまったのかもしれないですけど、まあまあでもね普通に無難には美味しいけどちょっとやっぱ値段と味は伴ってないかなっていうそういう感じ。まあ特別行く必要っていうのは僕はないかなというふうに思います。まあねただ有名店なんで一度ね食べてみないとわからないと思うんで、まあ、気になった方はねぜひ一度行ってみてください。そんなところかな。それではね皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。